山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そしてよだかの降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前にちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんなに遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。今日もう何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでも同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分の家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。